12球団最後の助っ人外国人30本塁打。2019、横浜、ソト、43本。2019、福岡、デスパイネ、36本。2019、楽天、ブラッシュ、33本。2019、ヤク、バレンケン、33本。2019、千葉、レアード、32本。2017、中日、ゲレイロ、35本。2016、ハム、レアード、39本。2016、西武、メヒア、35本。2014、広島、エルドレッド、37本。2014、オリ、ペイニャ、32本。2010、巨人、ラミレス、49本。2010、阪神、ブラジル、47本。3年間ゼロかよ。アキーノに期待やな。短縮シーズンの20年ハマーのおかんとしても、なんかパッとしないよな。たまに派最強外国人みたいわ。2010、2014、ボールがね。まあ2013にバレンテンとかいるけどな。2021年オースケンがフル稼働してたらな。自前に限定したら巨人阪神折りはめっちゃ遡りそう。バレンケンって2019までヤクルトにいたんやな。3年でソフトバンク行ってクビになるのえぐいな。サンキューレアード。やっぱ外国人は打たなきゃかっこよくないな。今の外国人ならオースケンはやれそうやけど常にスペっとるなあいつ。2020から外国人枠なくなったのかな。サンタナやオースケンで最強扱いやもんな。もうバレンケンやカブレラどころか、エルドレッドやマートンレベルでさえなかなか来ないんやろな。外国人の育成って今いろんな球団がやってるけどまともに成功せんな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。